せつけいやー、せつなけいすけです。ライト2、続きやっていきたいと思います。パートなんぼだろう。さて、前回のパートのおさらいをしてなかったからね、次何をやればいいかわからないからね。すいませんね。確か、でもね、覚えておくこととしては、この二人と話したことはある。話したことはどうかしたか。ああ、もう一回話してみよう。とりあえずおさらいが出た。ブレッドさん、その髪は言っているゴム、キラキラしててかっこいいね。これか、携帯で保護してるドラゴンの子供からもらったんだ。え、いいなぁ。なんかドラゴンの子供からもらったとか、めちゃくちゃ信頼あふれてるじゃないですか。俺も携帯入ろうかな。こういうもらえるんだったら携帯入ろう。動機が不純ですよ。へぇ、その腰の方につけてるアクセサリーも。そうだよ、お守りに行ってみんないろいろ作ってプレゼントしてくれるんだ。体調の艦隊やピン止めも子供たちからもらったものだ。すげえ、子供たち万能説があるぞ。お前、艦隊やピン止め作れるんか、子供が。すげえ、俺なんか縫うんだけでも精一杯、ボタン縫うだけでも精一杯なのに、すごいな子供たち。教えてもらいたいものだね。体調は目をつぶされても再生するからね。すごいな体調さん、再生能力あるって言ったっけな。簡単に越しでも見えるから問題ないし、絶対ファッションでつけてるでしょそれ。簡単にファッションでつけてるねそれ。簡単にってさ、目がなんか異常あって隠すときに使うもんでしょ。すごいな。隊長さんすごいな、ファッションで簡単につけてるのか。子供って私と同じくらい？そうだね、保護するのは子供のドラゴンが多いかな。子供が多いの？力を扱いきれてないからね。ほとんどが強力な力を持ってる。だけど操るのはほんのちょっとだ。なるほど。悪い人間はその時に力を扱えない状態にしたり、自分が利用できる形にしようとする。僕の能力はスパイやそういうのに向いていたらしくてね。どんな能力だったっけなこいつの。まあそんな能力があったっけな。前回のパートでも出たかもしれんけど覚えてないな。どうしてあいつらが走ってた力が僕が都合よく持って生まれたかわからないけど。それは神のみぞ知る世界だよ君。私もなんかの都合で生まれたのかな。どうだろう、なぜドラゴンが生まれるかはまだわからないんだ。悪い人間から悪いドラゴンが生まれたりしないのかな。生まれたばかりだ、善悪の判断なんてつかない。ほとんどのドラゴンは生みの親というものの命令を懸命に聞こうとする。あ、産んでなくても生みの親だと思ったら命令聞いてしまうんだな。なるほど、ひよこが一番生まれて一番最初に見たものを親と認識するような、そんな感じか。大人になればそんな人間、その気になれば消せるだろうけど。劇隊には大人のドラゴンもいる？いや、エフィーナ、多分この二人って大人だと思うんやけど。隊長と副隊長さんですよ、子供がやってるわけなかろう。僕と同じくていたなら結構いるよ。君と男の、君、大人じゃないのか、子供なのか、どっちだ。ドラゴンだから分からんぞ。ドラゴンの年で換算したら分からんぞ。君は人間に換算したらどれくらいの年齢だ。ほとんどは、警備隊の方に入っていろいろやってくれてるんだ。子供を手伝ってくれよってことか。すごいな。どうやったら大人のドラゴンになれるかな、身長の高い。そういうのは日々のエクササイズが大事だと思うよ。多分ファッション雑誌とかに出てくるモデルさんとか、そういうのがそういうことを毎日やってると思うよ。自分の力を知り、扱い方を覚え、知識を蓄える。そうしていればいつの間にか大人のドラゴンになってるよ。かっこいい。じゃあ俺もさ、知識とか蓄えて自分の力を知って、そんなことしよったら大人のドラゴンになれるかな。無理です。無理です。私はドラゴンにはなれません。宝としてもドラゴンにはなれません。分かってます。視聴者さん、バカなことを言ってすみません。分かった、いろいろ教えてくれてありがとうございました。おっと、敬語を使うことをもらんだらしいな、レフィーナ。いいぞ、君は成長する。まだ成長伸びるぞ。成長伸びるってどういうことか分からんけど、どういたしまして。お役に立てなら嬉しいよ。そうだ、これもあげよう。もらいすぎてしまってね、食べきれないんだ。飴だ、やった。飴もらっちゃった。そうだキャンディ、
よくソーダで、ソーダだったよな。え、チェリーキャンディーだったっけ。え、レオから、レオじゃないわ、レオは前作の主人公だ、違う、レオじゃなかった、ハルか、ハルからもらったんがチェリーで、ケーキ隊のこの副隊長さんからもらったんソーダキャンディーか。だとしたらハルよりもめっちゃ優しいじゃないですか。参考に対して10個ですよ。シュワシュワするんですよ。うまそうだ、10円ぐらいで買えそうだ。あの少年と話ができなければこれ以上の進展はないだろうな。なるほど、話しましょうよ。あの子よりも先に私と話しましょうよ。よし、おは、今はお話できる？ああ、大丈夫だ。よっしゃー。何の話をしよう、考えてなかった、考えてなかったね。ただ隊長さんたちって何歳なの？気になる、気になる、めっちゃ気になるやつやん、それそれ。確か曖昧だが、私は確か100年くらいは生きているな。それでこんなに若いんやけんさ、あと400とか300ぐらいはいきそうな気がするんよな。俺老化せんかもしれんけどね。ドラゴンはどうなんだろう、ドラゴンってどれぐらい生きる。レッドは10年目くらいだったか。17年目です。うわ、隊長さん副隊長の5倍ぐらい生きとうのに老化とかあんま年変わらなそうに見えるんやもんな。すごいな、俺ドラゴンとして生まれたかったな。じゃあドラゴンって見た目で年はあまり変わらないんだ。そうだな、3年くらいでブレッドと同じくらいの大きさになるドラゴンもいるからな。いや、人間と比べたらダメだなこれ。人間と比べたらダメやなって思ってしまうなこれ。ダメだ、人間と比べたらダメだ。パパ何歳なんだろう。パパはドラゴンじゃないから、パパはドラゴンじゃないから、その考え方はダメだよ。彼と初めて会った時には7、8歳くらいに見えたから、今は20年目前後じゃないだろうか。20年目前後、20歳前後じゃない、20歳前後って言わんあたり、ドラゴンのあるあるなんだろうか。なんで20年目なんだろうな、ドラゴンのあるある。これそんなに昔に会ったことあるの。ああ、やばい、今回のパート話だけで終わりそう。早く進めていこうぜ。とあるスラム街で他の同じくらいの年をした子供たちと集団でいたな。彼はその中のボス的な存在で、毎日窃盗等を繰り返していたようだ。スラム街やけんな、そうしな生きていけん子供たちってことやな。お友達がいたの？ああ、大体は固まって行動するが、彼が単独で行動するかだったよ。でも数年後に別件でその町を訪れた時にはその子供たちはいなくなっていて、またその数年後に一人だけになった彼を見かけたんだ。ああ、そんな過去があったんだ、ハル。ハルにそんな過去があったんだ。お友達は？別のまた遠い町でその集団にいた数人は見かけたが、一人だけあれ以来見かけていない子供がいるな。あの集団の中でも一番弱そうだったからな。バラバラになった時に死んでしまったのかもしれない。そっか、パパのお友達死んじゃったんだ。弱いものは強いものに加える、仕方のないことさ。なら私はもっと強くならなくちゃ。パパより強くなって逆に守れるくらいになる。いい心がけだ、応援しよう。よっしゃ、エフィーナちゃん、その暁にはな、俺からなんかプレゼントするわ。靴下あたり、靴下、武器とかは、でも俺金ないけんダメやけど、靴下ぐらいなら、うん、まとって。そういえばパパ、どこ行ったんだろう。彼なら先ほど、一回廊下の方で見たぞ。そっか、うん、ありがとう。急ぎすぎて、転ぶんじゃないぞ。大丈夫。イェーイ、パパ、パパ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 パ、おっ、よし、何してんだ。なんだ、起こしに行こうかと思ってたんだが、一人で起きれたのか。少し前に起きてたよ、隊長さんたちとお話ししてた。ああそうだ、なんであいつらが来てるんだ、死人も出てないのに。いや、死人出てなくてもさ、死んでそうな事件だったやん。そりゃ来るよ。ようやく通報したな、ようやく通報したんじゃ、マスターさん。これはまずいって思ったやな、さすがに。ドラゴンの子に用事があるって。あそうやな、ドラゴンの子に用事があるって来たけど、あ、事件とは別件なんこれ、もしかして。え、事件で通報した件来たとかそういうのなかったんだ。
あ、そうな。なんかドラゴン、あ、ドラゴンやけん、なんか、なんだろう。どんな状態かでさ、ちょっとまずい環境におったら保護しようかなって、そんな感じか。はあ、そういうことか。あいつらはそういう情報はどっか仕入れてくるんだろうな。勝てるんじゃないの。いい情報屋がいるなら俺にも紹介してほしいくらいだ。聞きに行ってこようか。いや、いい。こっちはこっちで調べよう。とりあえずはあのウィリアムとかいう子ども、あいつから話を聞く。起きたの？ああ、さっき部屋から話し声が聞こえたからな。行くか。ウィリアム、あの羊のドラゴンやな。ってことはだ、マスターの部屋におりそうな気がする。いない。え、じゃあどこの部屋から聞こえてきたんだ。あ、こっちなん。え、マスターさんと一緒じゃなかったん。え、こっちのおっぱいパイオズデカ姉ちゃんか。パイオズデカ姉ちゃんって呼んだろう。もう、あ、そうだ、前回のパターだったかな。この人の名前を調べときますと言いながら俺調べてない。もういいや、もう名前がどうあれもうパイオズデカ姉ちゃんって言うんで統一したろう。もう調べない、もう調べないからな。視聴者さんからパイオツデカ姉ちゃんをやめてくださいっていう女性のさ、変態だからやめてくださいっていうコメントがあってもやめないからな。いや、やめるかもしれん。俺ハート弱いけやめるかもしれんけど、そのあたりは視聴者さんのコメントに依存しとこう。とりあえずこのパートだけはパイオツデカ姉ちゃんにしとこう。ネタだからな。おっぱいは好きだけどね、こうおっぱいおっぱい言うのはね、俺の性格とは違うからな。そういうことにしといてください。おはようございます。少し話がしたいんだけど、いいかな。はい。違う場所でもいいですか。どこへ。そこの廊下、そこでお願いします。なんだろう。行くしかないか。おい、パウズデカ姉ちゃん、お前を避けたんじゃないだろうか。あら、どうかした。いや、俺が聞きたいんだよ。なんかパイオツデカ姉ちゃんの隣じゃダメみたいな話になってます。いえ、なんか俺話しかけたことがなんか意味なかったかのごとく、いえって言われた。今はこっちには用はないな。パイオツデカ姉ちゃんも俺好きなキャラなんやけどな。おっとおっとおっと、ここなら誰も聞いてないと思うから何でも聞いてください。いや、誰か近くにおりそうな気がするんやけどな。この辺の壁とかにさ、聞いたわよみたいなさ、忍者がおったらどうする。いや、おらんけどさ。ウィル君はドラゴン。おい、僕もわからない。マスターは人間だって言ってくれるけど。いや、ドラゴンやって人間扱いするってことで人間って言う人もおるけんな。そのあたりはちょっとわからんな。マスターは君の心配よくしてくれている。うん、僕だけじゃないよ。ルーカスさんやオリビアさん。あ、そうじゃ、おっぱいで、おっ、俺の設定変えで、俺が決めた設定を俺が崩したんで、パイオーズデカネータなのに何、おっぱいデカネータ。いや、変わらんけどさ。で、読んだろう、まあいいや。オリビアさんって言うんだ。思い出したよかった。なんか前もあったような気がするな。なんか、パイオーズデカネータ的なおっぱいデカいお姉ちゃんとか言おったらさ、オリビアさんって名前が出てきてさ、ああ、そうか、みたいな。前にもあったような気がするな。デジャブかな。まあいいや、進もう。オリビアさん。トーマス兄弟さんたちもよく知らない。お客さんのことだっていっつも気にしてるんだ。最近のルーカスさんが、あ、しまったしまった、貼り付けだったかな。これ調べとこうとか言うたし、あ、視聴者さんの人方がコメントしてくださったのに貼り付けだったかな。マスター、貼り付けだったような気がするけど、どうだったかな。貼り付けてくるのにそこにされる件もずっと心配をしてたし。君は自分が人間だと思う。こういう魔法みたいなものを使えるのはドラゴンだけなんでしょ。君が言う魔法って、あ、言っちゃったみたいな感じになってるね。夢を食べるんだ。あ、言っちゃうんだ。あ、言っちゃってよかったそれ。夢を食べる人間なんて俺は知らないけどね。ね、私と似てるよね。食うてところは似とるな、確かに。夢を食べるとき、何か怪物だとかが出てきて、それを食べたりするの？うん、違う。人の頭の上の方に、綿菓子みたいなふわふわとしたものが浮いててね。それをそっと吸い込むだけ。
そうしたらね、その人はその夢のことを忘れちゃうの。あ、なんかファンタスティック、ファンタスティック、ファンタジックとさ、ファンタジー、まあいいやまあいいや、今の忘れてください。じっとしてたら、じっと見てたら、その夢の中身も詳しく見れるよ。お前すごい夢見とんで、夢見てないか、すごい能力持っとんでないか。人の夢を覗けるなんて素晴らしい。怪物になって暴れたりするわけでもないのか。なら、ここの人たちがよく記憶をなくすことに君は関係あるかな。え？ない。僕は関係ない。怪しいな。僕はだいたいマスターと一緒にいるし、練習バックでその場から動かないし。何の練習してるんだろう。僕が来る前からこういうこと起きたから。嘘ついてるやんお前、クソやろこれもだからって容赦、そこまで俺はちょっと悪じゃないけどさ君嘘ついてる。そうだ、エフィーナがおるけんな、こっちにはエフィーナがおるけんな。そうだ、嘘ついたらこういうのが出てくることはすっかり忘れとったすっかり忘れとったわエルク嘘ついた。まだ後で話を聞かせてね。エフィ先に片付けるぞ。ご飯。よっしゃ、今回のパートはここまで。次のパートで食うぞ食うぞ、食事タイム食事タイム。さて、また前、前回のさらに前回のパート2パート前ぐらいにも謝罪しましたが、まあバイオズデカ姉ちゃんとか言ってますけど、本当にこれはネタでやってます。僕の本当のキャラではありません。笑いを取りにガンガンちょっと攻めてます、攻めてるだけです。女性の方には惹かれるかもしれませんが、そういう実況スタイルになってしてま、来てます。そういう嫌いな方は嫌いだボケみたいなコメントをくだされば多分やめると思うんで、はい、まあ今後ともどもよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。週上げ。ふう、やっと変わった。